今のですね、足立先生のお話はこの、何年間、都合もう8年目になるのかもしれませんが、スパークジャパンのある意味全てを集約しているように思われました。まず第一に、やはり足立先生、根岸先生が、スパークジャパン活動の中で、研究者としてのお立場からいろいろなサジェッションをいただいて、またご自分がそれを先導しながら仕事をされてきた中で、いろいろお考えになられたことの集約のように思われました。なぜこんなことを申し上げているかといいますと、まだあそこの茗荷谷にこの学上のセンターがありましたときに、この二人はよくコンビでいろいろなことを学会に説明する会をなさっていました。私はいつも一番前にいて、こうしょっちゅうそれは分かりません、それは分かりませんと、実は言っていました。ここに書いてありますように、私は今日本動物学会 の、 事務局長をしておりまして、その立場から、お二人が話す話が難しくてよく分からなかった、ところがこういう縁で今お二人に今考えますと本当に学んだことが多かったなと思うことです。ぜひとも今日は坂先生、根岸先生 の、 ご講演をお楽しみいただきたいと思います。簡単にあと3分ほどスパークジャパンの特にセミナーに関して、それから私たちが参画してきた学会としてスパークという運動を、ま、今日初めての方もおいでになるので話をしたいと思います。書いてありますユニバイオプレスの代表というのは、ユニバイオというのは NPO 法人の名前であり、電子ジャーナルパッケージの名前でもあります。この電子ジャーナルパッケージは日本で唯一、日本の生物系6学会が電子ジャーナルコンテンツを国内外図書館に電子ジャーナルで提供し、購読をしてもらうということでスパークジャパンの支援を受けて、なりましたものです。今日は図書館の方の参加が実はちょっと少ないのですけれども、私たちはノンプロフィットでプロフィットカンパニーではないのですけれども、これは学会の方に知っていただきたいことですが、図書館がサブスクライブをするという段階においては、商業出版社も私のような NPO 法人も、全く同じところで、競争するという、厳しい状況が展開しています。同時に去年の8月2日ですが、日本学術会議の中の学術誌問題っていうのが、改めて書いてみると学術誌にどうも問題があるようで、日本ではその検討委員会の、分科会の連携関与しております。今日は同じところで、いつも大変お世話になっている科学会の林さん、ニムスの谷藤さんもおいでくださっていますが、そこで、ある提案を出しております。学術誌は、日本の学術誌は何らかのやはり、問題もしくは検討しなければいけないことがまだあるようでございます。さて、スパークセミナーざっと数えたら60回ほどのセミナーを開催していたようです。これだけのことを、してきた。特にオープンアクセスは結構多いなと思ったんですが、研究評価のことは5回ほどやっています。これはでもどちらかというとちょっと中途半端な形だったので、今日ぜひともここで総合的な話をしたいなと思っております。さて、なぜ電子投稿システムをちょっと4回にしているかというと、この内容を読み返しますと大変ちゃんとしたことをやってきているんです、過去に。ところがご存知のように、J ステージでジャーナルを使っている学会に対して、 J ステージは今投稿システムをただで使えるようにするという大変素晴らしいことをお考えになられているのですけれども、これはJステージさん の施策そのものは大変素晴らしいんですけど、学会の一部にこの投稿システムを、他にたくさん日本で使えるものがあるということを知らなかったということで、実はいくつも私は質問を受けるという立場になってしまいました。これはですね、最後の3回目にやったことなんですが、このような素晴らしいフルラインで結構なことをですね、平成19年の10月の2日にはやっていました。ところがなかなかですね、やっぱり学会の方がおいでになるチャンスがスパークセミナーにはなかったのかなと思います。これは単なる一例です。ですからここの中で、私たちがやってきたことというのがどれほど厚みがあるかということもちょっと想像できるかなと思います。で、前回の著者 ID の動向ですが、実は私が体調を崩しまして、科学会の林さんにちょっと急に変わっていただいてしまったのですが、変わったことが大変良かったと思ったのはですね、林さんが書かれたプレゼンをちょっと拝見したら大変よくできていまして、ぜひとも皆さん NII のウェブサイトからこの著者 ID の動向をぜひ見ていただきたい。なぜかというとですね、かつて DOI クロスレフの話が出てきたときに、一体それは何って思ったような感じが今このオーキッドにはあります。
DOI が今みんなが分かっていて、ああそうね、クロスレフのねっていうふうになるように、オーキッドもそうなるんじゃないですかと、ニムスの谷藤さんに言われました。谷藤さんの、プレゼンテーションも拝見すれば大変いろいろなことがよく分かる、意味があるというか大変よく分かるパワーポイントなので、ぜひとも見ていただきたいと思います。さてスパークジャパンはですね、ここに集まる学会出版編集に関わる方々との交流、それからたくさんの情報を共有し、そして正しく理解をできる場としてのスパークセミナー、そして新しい知識の獲得、まあ、例えばこのオーキッドですね、それから、出版っていうのはもちろん、これは出版に携わっている人のみではありません。研究者ということがもちろん中心にあるわけで、今学ぶべきこと、考えること、それからするべきことっていうのは何かということを皆さんで考えたいと思います。今日は大変素晴らしい、足立先生からご説明がありましたように、素晴らしい講演者の方をお呼びしていますけれども、お二人の素晴らしい講演を聞いて、はあ、そうですかと言って帰るのではなくて、ここにいらっしゃる皆さんが、じゃあ自分のジャーナルはどうだろう、自分の研究評価はどうだろうということをお考えいただいて、今日スパークセミナーに来たことの意義ということを考えていただければ大変ありがたいと思います。では皆さん大変お待たせいたしました。では坂先生、どうぞお進みくださいませ。よろしくお願いいたします。